中。いや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 、いくら？いやいや、これはあの今7500万円。いやマジっす。わあ、かっこいい。110万。はい。ブラゼッタもこの間、いらしてもらって。マジっすか。はい。反町隆史のポイズン。あ、すいません。なぜこのジャズマスター渋かっこいいんですよ。これフェスタレッドっていう色なんですけど、やべえっすね。そう、60ね、これね、3年か、えぐいな、渋。へえー、男気シングルがいいですよね。ですね、一発ね、一発なんて言ったらもうね、かなりもういい感じですよ。まあ、2発ね、2発入れる、分かりますけど、分かりますけど、やっぱり一発のね、うん、男単色どんでいいんだっつって、そうですよ。うわ、出た、すげえギラギラしてる。これはもう最近のやつです。デヴィ夫人モデルですか。なんでご存知で。いやいやいや、これテイエっていうメーカーですね。すげえな。他に聴いてみたいやつありましたか。グレッチ、グレッチいいですよね、やっぱね。弾いてみたいですね。グレッチは今、膝っこがですね、後ろの方にあのちょうど入りましたから。え、マジっす。これ、ここ置いといて、なんか絵面的にですね。あ、見たい。うん、いや、いい、いいですよね。で、次は、その、今。なんか新しいのが入ったってことですか。そうです、新しいの入りました。へぇ、はい、うわー、いい、いや、いいオレンジだな。はい。うわー、これですよね。ロカビってますね、やっぱね。完全ロカビってますね、これはね。ちょっとアンプつないでいいですか。いいですか。はい、ちょっとあんま歪まさん系にしましょうか。あ、いいですね。ちょっとリバーブ効かしてもて。楽しそう。いや、すげえ。弾きにくいギターってイメージだったんですよ、はい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 、弦高がガチガチで、はい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 、叩いてイメージは全然そんなことないですね。そうですね、これも今ね、調整がちょうど上がったところなんで、やっぱりもう弾きやすさは今一番いいんじゃないですかね。めちゃめちゃ弾きやすい、うん、はい。なんか、はい、いや、思ってる弦高低いな。これはそういう風に仕上げました。はい、やっぱりあんまりとっつきにくいと、うん、やっぱ手に取っていただけないんで、そのあたりの調整ですね。これ15万ぐらいですか。いや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 、ちょっとこれはですね、まだ入ったばっかなんで値段が確実に決まってないんですけども。そうなんだ、いくらでもいけるじゃないですか。いやいや、多分結構いい値段になって、これよりか高いと思います。おうちょうど人気あるところなんですよ、ここは。そらね、このね、はい、オレンジでね。そうなんです、そうなんです。これは51-20とかもでしたっけ。6120。あら、6120です、はい、そうです、6120。はい、そうです。綺麗な、綺麗なんですよ ね、この色もいいんですよね。ほんま車でいうとこのキャデラックですね。そういうこと、そういうこと、そういうこと、はい、はい、特にグレッチはね、そういう名前つけますもんね、キャデラックグリーンとか。あー、はいはい、はい、つけます、つけます。かっこいい、はい。いいですね、うん、いいですね。ロックンロールですね、ロックンロール。ロックンロールですよね、はい、やっぱね、はい、ありがとう。こちらこそ素晴らしい、はい、めちゃめちゃいい、はい、やっぱいいな音。
なんかこうね、完全にその時代にはまれますよね。ね、はい、うん、でもギター始めるきっかけとかってなんか誰かいたんですか。まあ、しっかりとありました、それは、はい、細川文枝さん。やっぱそうですよね、ミミはね、どうしても外せないですよ ね、 ね、やっぱ風呂バスタブでね、こうやって踊られたら、やっぱりそこにギター合わせたなりますね。もうそれがやりたくて、はい、そうですね、はい、もうそういう店長さんも風味のためにね、もう全部余ってたんですから、いつ風味が来てヴィンテージギター買ってね、ここまでやりました。風味のためにここまでやったすごいな。買っちゃいましたね、ケイさん。まあ買ったという概念ではないよな、僕のものにしたっていう、ね。今これ買いますわ。マジっすか。いやそれはもうありがたいですよ。カード買いますわ。いや、ありがとうございます。全然、いや、嬉しい、僕も嬉しいですよ。買えるなんて。うん、お金じゃないのよな、やっぱな、はい、うん。やっぱ持った時のフィーリングがもうバシッと余った。はい、うん、まあ金額こそ、あそこの店で言えばもうだいぶ安い方やけども。とはいえですね。うん、いや、とはいえよ、とはいえでやけどね。うん、でもまあ。いきなり行って、いきなり行って買ってるもん、うん、そうやねんな、ここまあ僕のええとこでもあり悪いとこでもあるよね、それってね。ほんまあの衝動で買う衝動がまさに、はい、うん、すごい多いんよそれ。でも持った瞬間来ました、ビビビッときた、うん、聖子ちゃんじゃないけどね、ビビビッときたよね。俺買わねば、やるならやらねば、買うなら買わねば、中華ないっぱねばって感じ。3つ目が分かんない。中華のイパネマ、え、しな、島崎和歌子さんがやってたなんか変なアイドルドラマみたいなやつ。和歌子さんだと思うと、イパネマは違う、中華のパイパイが和歌子さんやったかな、うん、一回調べてみ、中華のイパネマで出てくるはずやから、見てる人も調べてごらんさ、中華のイパネマっつって出てくるから、画像が可愛いの。知識がないよね、君ら。その情報量が少なすぎても話合わんよ。あったやろ、テレ東でやっとったやろ。魔法少女、中華ない。あったやろ。だから言うてるやん、あるよっつって。嘘つけへんよ、そういうの。和歌子さんやった。そうです。あやろ、うん、出演者、島崎和歌子さん入ってます。ほんで、あの敵が大体あの和歌本舗の人やって。久本さんとかさ。ちょっと勉強して。ここ勉強しとかなきゃ。そこも勉強しとって。ここそうなんすか。やるならやらねばもう、うっちゃんなんちゃん、はい、やるならね、やらねば買うなら買わねば、中華なイパネマって思う。こうテスト範囲だと思ってなかったです。テスト幅広いよお前、俺のクキサク、クキサクテスト幅広いから。勉強してくれよある程度。まあでも嬉しい買い物で、しかもめちゃめちゃ楽しかったよね。よかったです、うん、あの、ありがとう。ああ、うん、本当ですか、うん、言えるよ、ありがとうってはっきりとな、うん、で、店長も気さくな、すっごい人だったし。マジで俺基本的にそう、実は意外と人見知りなとこあったりして、はい、嫌なやつ嫌なんよ、はい、ただもう店長めちゃめちゃ良かった、うん、そうですね、すっごい好き、あの人のこと俺、うん、あの人はまあ俺より年上やから、はい、多分まあ順当にいけば俺より先亡くなるはるやん、はい、それはな、はい、なった時俺葬式行きたいもん。そんなに、うん、お久しぶりですって、あの時ギター買わしてもうたクッキーですっつって言いたい、うん、それぐらい俺あの人すごく好感が持てた、うん、ですね、本当、うん、めちゃくちゃいい人すごい人。モノマネやって昨日今日じゃないですね。素晴らしいやろ、素晴らしい。多分もう戻らないよ。シオンさん の、 その初期中期後期で、はい、多分こういうのできるんですよ。あ、さすがもう昨日今日じゃないですね。キノキです、キノキです、キノキ。悪いけどロッシーより絡みやすかった。的確な、うん、的確的確やし、面白い一言をこう差し込むっていう、はい、うん、すごいですね、うん、すごい、うん、長けてるあの人、うん、居心地よかった、うん、また会いたいと思いますよ、うん、また機会があればぜひぜひお願いします、はい、うん、まだ何ヶ月後かにお金貯めて、ね、貯まったら連絡するわ、はい、
ファイヤーバーのロンビロンノンリバ買えるよっつって、うん、でもその時まだじゃんけんしに行こう。そうですね、うん、もう勝つなよ、ああいう時。最初はグー、じゃんけんぽい。はい、行きましょう。はい、最初はグー、じゃんけんぽい。ああやっちまった。いやいや、はいはい。何をお前ガーツよく勝たな思てんの。いや負けたかったっす。じゃんけんイコール勝負とすなよお前。じゃんけん強かった。何を勝負に負けたくないってなったんやお前。まあ俺が負けてめちゃめちゃええ展開になってやな。あそこでお前店長がスッと買って「買うんすか、約束です買います」って言うのが普通やねんあれ大体。ああいう時それをスッと買ってお前何も買えへん状態なんで、気ぃ付けてこっち買いますさ言うてお前やってまうで。でも僕いつも絶対グーから出すんですけど、うん、勝ちに行くとき、うん、パー行きましたけど勝ちましたからね。いや知るかそんな。向こうも裏の赤まで気合入ってグー出したやん。店長さんそのしやつやで。お前の気合のグーは知らん。最初はグー、ジェントっぽい。ああやっちまった。いやいや、はいはい、それはしょうがない。宇宙